こんにちは。社長のためのオンライン動画ワークショップを開催しております、コラボズの江川です。さあ本日最後の動画になりますが、これも iPhone12 のことに関してです。 iPhone12 から何が変わったかというと、 5G 対応の機種ですよっていうふうに言われてるんですが、まだ 5G って国内の中では東京の一部です、ね。関西ではまだ全然始まってないんですよね。ということで、この機種変をするっていうところのどういう目安でやるかっていうところ、ちょっと私の中で提案したいなと思います。まず 5G を期待して、まず機種変しても、まだ使えるまでに1年ないし2年ぐらいかかるんではないかっていうふうに言われております。これもコロナの影響によって、アンテナの 5G のアンテナですね、これをどうやって設営していくかっていうところの速度にも関わってくると思います。そして2つ目の 5G がまだだというんであれば、 11 Pro でもいいんじゃないか、 11 シリーズでもいいんじゃないかということですね。だいたい機種変更っていうのは2年に1回、もしくは長くても3年に1回という感じです。理由はバッテリーがやっぱりへたってくるんですよね。使用頻度にもよりますよ。で、そうなってくると、もう2年3年4年って使ってらっしゃる方は、もう早く変えたいなと思ってらっしゃる方もいると思うんです。でも 5G というところで、焦点を絞ってたんですが、まだスタートしてないっていうんであれば、12まだ高いですから、12出たことによって11が値段安くなってます。11でも十分いいんじゃないかなと思います。そして来年、13が出てくる可能性もありますよね。でその時に、5G 対応になってると思いますので、そこから本格的な機種変っていうことも一つの手ではないかなというふうに思っております。いずれにせよ、そろそろ機種変って考えている方の中には、11にしようか12にしようかって言った中で、 5G を期待しているんであれば、来年、カメラとかバッテリーとか、この辺でいいよって言うんだったら11でいいんじゃないかなというふうに私個人は思っております。いかがでしょう。はい、ということで今日の動画は終わります。レッツ動画。